皆さんこんこにちは小森です今日も一緒に日本語を勉強しましょう。今日は JLPT の N4 を受ける人のための文法テスト4回目になります。はじめに紙と鉛筆を用意してください。このドリルは文法のミニテストになっています。実際のテストの半分の量です。文法7ページで14問あります。 これを12分で解いてくださいね半分正解でまあ一応、えー、合格のレベルとなります最後に答えと説明のページが、えー、ありますからそれを聞いて確認してください12分自分で測ってくださいねそれからこの、えー、それぞれの質問のページは5秒しか出しませんから自分で止めてそして問題を解いてください全部でまあ、目安として 12分を測ってくださいね。問題 1: カッコに何を入れますか一番いいものを一つ選んでください。止めてしてくださいね。問題 2: 星印に入るものはどれですか？一番いいものを一つ選んでください。問題三。十一から十四に何を入れますか。一番いいものを一つ選んでください。 はいこれで12分経ちました終わりましたので今から解説をします自分の答えが合っているかそれからわからなかったら解説を聞いて勉強してくださいね問題1カッコの中に何を入れますか1234の中から1つ選んでください1天気予報によると来週台風が1来させる 2、来るらしい。3、来なさい。4、来られる。答えは、来るらしい。えー、これは n 三になりますけども、覚えておいてくださいね、えーとえー。来るそうですと意味は同じです。天気予報によると、来週台風が来るそうですと来るらしい。来るそうですというのは天気予報を、えー、聞いて、そして、 えー、説明しているんですけども、来るらしい ?I think, I guess. 来るらしい。2番が正解です。2番は、子供の頃、よく兄に飲み物を買いに、1、行かれた、2、行かされた、3、行けた、4、行かなかった。はい、答えは2番。 生かされた。これコ差点ティブパッシブであの、縮小形って言いますか、短くなった形ですけども、犬、えー、さんですけども、一応これも覚えておいてくださいね。生かされた。コ差点ティブパッシブです。2番。次、3番。時間があったらお茶飲みに行きませんか ?1、なら。2、ため。3、 4, 4、でも。答えはでも。お茶でも飲みに行きませんか l i ン t e n 2 1、えー、の会話の中にあります。ビールでも飲みませんかというふうに書いてありますね。答えは4番、でもです。えー、4番はあの人は歌が上手で歌手だ。1、そう、2、つもり、3、 の4過ぎるさあ答えはのよう3番ですね。のよう N のよう。レッスン、えー、47の例文の方の6番になります。歌手のようだ。3番が正解になります。次問題児の続きですね。5番。山田、この本面白かったよ。 佐藤じゃあ私も1読んでみる2読んだら3読むだろう4読むはずださあ答えは読んでみる I try to read ですね私も読んでみるわっていうことで、まあ、女の人だったら和がつきますけども、えー、1番読んでみるじゃあ私も読んでみる6番 明日会議がある知っていますか ?1、そうか ?2、ばかりか ?3、ところか ?4、かどうかはい、答えはあるかどうか,か明日会議があるかどうか知っていますか ?Whether or not? ということで、あるかないかという意味ですね。レッスン40です。4番が正解です。次、7番。 メールを送る前にアドレスをよく確認ほうがいいです。1、しろ。2、しよう。3、した。4、して。さあ、どれでしょうかした。したほうがいいです。3番ですね。l i s t 3 2、えー、この前に来る形が決まっていますからね。ちゃんと覚えてください。確認したほうが いいです8番「来月大阪に引っ越すことにました」。1「なり」「2」「いき」「3」「でき」「4」「やり」さあどれでしょうか?はい「なりました」。「なり」1番が正解ですね。「来月大阪に引っ越すことになりました」。ここののとになるっていうのは 自分の意思ではないけど、まあ、つまり、会社が決めた My company decided to transfer to Osaka, to Tokyo. とかそして、一つですね。Someone, so company decide. d か Not my decision. とかシゼンの成り行き。Not someone decided. あなんか オートマティカリなんかどうだろうね自然のなりゆきっていう言い方をしますけども decide someone and then family、uh, decide to,、uh, to go to abroad so I, I am going to abroad 外国に行くことになりました it's not my decision <laughs> えっとそれから and one more reason 自分の意思で決めたことあの also I decided I d e c i d e and but I want to express a weak expression I want to use weak expressions やわらげて婉曲的にそれを言います婉曲的に柔らかいあの,あの weak expression で婉曲的に 表したいときにもこの表現を使いますことになりました It's not、uh, become automatically I decide but、uh, expression is just expression is weak expression になりましたな次9番問題2はこの,あの星印のところに何を入れるかですけどもこれは全部この4つがこの中にどれかに入りますからこれを全部 make A complete sentence. Use all of these、uh, option answer. でこれをどう入れるかっていうことですけども、北海道にさあ答えは <laughs> 答えは北海道に行ったことがありますか行ったことがありますか。ですからこれを全部こう入れてください必ずで書いてこの答えを選びます。 4番っていう,うに選びますでは次10番さっき1帰ってきたところ家にですさあこれをこうどう入れ,入れるかですけどもさああなたの答えどうですかさっき家に帰ってきたところですこれですから来たですから2番が正解になります、えー、次は問題3 11から14。この一つの文章の中に、えー、11、12、11、12、13、14、4つの,あの問題があります。それを一つずつ答えていきます。まず11番ですけども、地下鉄のルール。私の町には地下鉄があります。地下鉄サブですね。トレインですかね。この町の地下鉄はルールが少し厳しいです。 ルール、we pronounce ルール、rule ですね、r u l 少し厳しいです。strict。地下鉄の中では、この地下鉄の中、あの、underground、地下鉄の中では、食べ物を食べたり、飲み物を飲んだりしては、さあ、1、行けません。二 かまいません。3、起きません。4、ありません。さあ、これは何でしょうか答えははい、いけません。一番が正解です。食べ物を食べたり飲み物を飲んだりしてはいけません。次に、飴やガムもダメです。キャンディ and then gum.also prohibited <laughs>。ダメです。もし食べて、 あ、そうか、次12番。ね。次12番。もし食べていたら、もし食べていたら、if ですね。もし食べていたら、駅員に注意。さあ、次は何でしょうか。はい、注意されます。それだけでなく、お金を払わなければならなくなります。 他の町から来た人は気をつけてください <laughs> ちょっとこれはあの答えがあ,のあれでしたけど皆さんの答えとちゃんともうすでにあなたは答え書いてますからねその答えとあの合わせて合ってるかどうか見てくださいね、えー、これもう一度言いますね地下鉄のルール私の町には地下鉄がありますこの町の地下鉄はルールが少し厳しいです地下鉄の中では 食べ物を食べたり飲み物を飲んだりしてはいけません。飴やガムもダメです。もし食べていたら駅員に注意されます。それだけでなくお金を払わなければならなくなります。他の町から来た人は気をつけてください。ということで、これで終わります。あ、以上、一応。 半数以上正解で、えー、合格になると思います。大体いい半分、少し上ぐらいですかね。では、皆さん、今日はこれで終わります。えー、また、えー、登録してくださったら、新しい、えー、動画ができたらお知らせいたしますので、ぜひ登録してください。では、また次回お会いしましょう。さようなら。